男は何度でも這い上がる。山本裕也、これまで裕也を襲ってきたさまざまな逆境、負けた怪我したは多かったですね。順風満帆ではなかったですね。世間一般で逆境とかそういう風に言われることっていうのは僕にとってすごいいい栄養な気がしますね。逆境をエネルギーに変え、裕也はその都度這い上がってきた。自分の中で成長して進化していると思ってるんで、今年は世界トーナメントに出れなくて、日本トーナメントでも勝てなくて情けない思いしましたけど、でも成長していきたいと思います。戦いの奥底にある本能、それは死んでたまるかという心。僕はもう本当にいつ死んでもいいと思ってるんで、悔いがないようにその時その時を大事にしたいですし、そういうことやっぱり自分に聞かしてるんだと思いますね。後悔のないようにって意味なんですかね。多分いつ死んでもいいようにってね、何に対してもそうでありたいですね。後悔は残したくない、だから何度でも這い上がる。総合からやってきた浪速のスピードマスター。普通のキックボクシングを戦う気は全くないです、はい。池本誠一、ディープ第3代ウェルター級王者としてドリームのリングでも活躍。持ち味のトリッキーな打撃技は相手を幻惑させる。ルール内でやれることを全てやる。人が思いつかないこととか分からない動きとかを使ってどんどんこう威嚇していって、試合を作っていきたいですね。お客さんが見てもこいつなんやっていう、平和に新しい風を吹かすような戦いをしたいですね。そうですね、やっぱり周りが言うようにトリッキーですよね。ダブルバンチだなんていうのも見ましたし、気持ちのあるすごいいい選手だと思うので、僕もそれに向かっていきたいですね。山本選手、K1 と総合の戦争だと思って命の削り合いをしましょう。今年生涯の伴侶を得て新しい生活をスタートさせた山本裕也。自分一人やったらそれこそ、いつ死んでもいいとか、別にどうなっても今がいいし満足だっていう気持ちはありましたけど、やっぱり家族が増えるってことはそれで違うことですし、どうなってもいいやとか自分が思うようになればいいやっていう気持ちは全くなくなりました。守るべき命と貫いてきた野望、だから裕也は死なない。相手がドリームの選手ですけど、K1 のリングで K1 の選手としてしっかり倒したいと思います。山本裕也 VS 池本誠一。